毎度、徹子です。韓国与党は、台風による太陽光発電施設の被害は12件で、全体の 0.09% しかないと言い張っているのですが、本当は、今回1日1回の割合で、どこかの発電施設が土砂被害などに遭っていたみたいです。ニュースの詳細。集中豪雨が降り注いだ今夏、1日1回の割合で、全国各地で、土砂流出をはじめとする各種の太陽光被害が発生していたことが7日、確認された。先月、与党関係者らは、今年に入って、太陽光の山崩れは12件に過ぎないと報じたが、実際の被害規模は、さらに増えたことになる。野党は、政府機関は、太陽光被害の把握に消極的で、国民の目を曇らせていると主張した。ユン・ヨンソク議員が韓国エネルギー公団から提出された資料によると、今年7月20日から9月4日までの太陽光被害事例が計52件集計された。集中豪雨が襲ったこの1ヶ月間、毎日 1.1 回ずつ、全国各地で、土砂流出、太陽光設備の流出、浸水被害が発生している。とのことです。あかん。8月に入って豪雨が増えると、1日1回の割合で、どこかの発電施設が土砂被害などに遭っていた、というのです。なんとも皮肉なことに、気候変動を抑えるための再生可能エネルギーは、かなり気候変動に弱いみたいです。韓国の場合は、原子力発電所も台風で止まってしまいますが、今回発表された集計は、台風8号までの豪雨で確認された被害です。台風10号で、かなりの数の太陽光パネルが吹き飛ばされたと言っている国民もいるので、被害数はさらに増えそうです。なぜか、韓国国内では、そのような報道がなくて、政府が報道統制しているんじゃないか、という声まであります。与党関係者は、太陽光発電施設の累積許可12721件のうち、現在までに被害発生が確認されているのは、12件で全体の 0.09% だと繰り返し発言しています。チョ・グク元法務長官が、土砂崩れ1079件のうち、太陽光施設はたった12箇所と言ってみたり、ムン・ジェイン政権に近い人たちは、太陽光施設と関連した豪雨被害はほとんどないとプロパガンダをルフしています。今回の集中豪雨で露呈した再生エネルギーは、気候変動に対して、脆弱な発電源ということを国民に知られたくないみたいですね。この事実が国民に知られると、投資意欲も失せてしまいます。ち、な、み、に。太陽光関連事業の融資残高は、ムン・ジェイン政権発足後2016年2724億ウォンから、2020年には、1兆3151億ウォンと 4.8 倍も膨れ上がっています。韓国政府と国民は、太陽光発電に、かなりのお金を突っ込んでいるのですが、ここに来て台風被害などが影響して、投資のリターン収益が減少しているみたいです。今夏、電力消費が最も多い時間帯の太陽光発電が全体発電量で占める割合は、今年7月 0.8%、今年8月 0.9% と集計されました。夏場の電力を最も必要とする時間帯で、太陽光で作った電力は 1% 未満だったんです。政府が再生エネルギーのもう一つの軸として進めている風力の発電比率も先月は 0.2%、8月は 0.1% でした。太陽光と風力を足してもわずか 1% の割合しかありません。これを3倍にするとムン・ジェイン大統領は息巻いているわけなのですが、3倍にしたところで全体の 3% にしかなりません。わずか 3% を達成するために山を切り崩す行為は愚かとしか言いようがありません。一方で、政府が閉鎖を推進している原子力発電の割合は 18% です。ムン・ジェイン大統領は、すべての原発を停止しようとしているので、この 18% を何かしらのエネルギーで補う必要があります。まさか、クリーンエネルギーで代替することはないと思うのですが、どうやってエネルギーを確保するのでしょうか。こちらが韓国の反応です。正義、公正、良心を唱えながらことあるごとに問題をもみ消している。問題は、毎年強力な台風が来るたびに太陽光パネルが飛ばされるということだ。投資した人は、完全に損をする。嘘をつく必要がどこにあるのですか？嘘と詐欺がなければ、政権維持ができないようだ。
太陽光による環境汚染は想像を絶する。太陽光による山崩れと農耕地の被害は言葉では言い表せないほどだ。国民の税金をかなり注ぎ込んだが、台風で全て流れ出てしまった。脱原発による国益損失の補填は税金だ。税金があれば何でも解決できると思っているのか。コロナや自然災害よりもっと怖いのは、誤った政策で国民を苦しめる災害政権です。不正や腐敗が横行している政府は真実を話すつもりがない。今の政権は言論統制を当たり前のようにしている。最後まで見てくれてありがとう。意見や感想をコメント欄で聞かせてくださいね。チャンネル登録よろしくお願いします。